こんにちは、着物花房のおかみです。今日はね、コートの話をさせていただきたいと思います。花房ではコート地っていうのは特別ないんですよね。だからこちらにあるような小紋だったりとか色無地だったりとか、そういったものでコートを作っていただくようになります。まあね、一番外に着るものですからね、やっぱりコートはね、洗えた方がいいと思いますよ。やっぱり一番ね、外を歩くわけだから汚れもついているし、またね、ちょっと今こういうコロナの時代だから、やっぱり何がついてるかわからないじゃないですか。だからお家に帰ってきたら、それをすっと脱いで洗濯機に入れられる、そういう洗えるコートは便利だと思います。あとね、やっぱり一番上に着るものだから、それはお気に入りを着てください。なんかね、中のお着物がどんなに素敵でも、ちょっとね、コートにあまり気を使わない人も時々見受けられます。やっぱりね、一番上に着る、で、しかもそれを着て道中歩くわけだから、ちょっとお気に入りの一枚を作っていただきたいなと思います。そもそもね、なんでコートが必要かっていう話ですけれども、一番はね、着物や帯の汚れ防止。実用的な部分ではそれが一番だと思います。あとね、マナーっていう面もあると思います。着物とこの帯とだけの姿をね、帯付き姿っていうんですけれども、この帯付きのまま街を歩くのはあまりお行儀がいいことではないと私は教わって育ちました。そうですね。だから羽織でもいい、道行きでもいい、なかったらもう大判のストールを羽織るだけでもいい。あまりね、その帯付き姿で街を歩くっていうことは褒められたものではない。まあね、厳しいね、年配の先生だとね、もう裸で歩いてるんじゃないんだからねって、いうような表現をされる方もいらっしゃいます。まあ、できるだけ、ね、乗り物に乗ったり、街を歩いたりするときには、一枚、せめてストールでもいいからかけていただきたいなと思います。コートはね、まず大きく分けて、こう、ハーフコートかフルレングスかだと思うんですね。で、このフルレングスっていうのは、いいところは雨コート代わりにもなるし、全身をね、すっぽり覆ってくれるから、やっぱり着物をね、守ってくれる面積も多いから、その分安心ですよね。でもね、ちょっとね、歩きにくいっていうのがどうしてもあると思います。階段をね、登ったりするときに、やっぱり踏まないように気をつけなくちゃいけないっていうのが、このフルレングスの、まあ、欠点といえば欠点かなと思います。もう片っぽのね、ハーフコートは、まあその点動きやすいんですけれども、雨コート代わりにはならないね。で、やっぱり裾の汚れも気になってしまう。まあだからね、そういう時に、まあ昔みたいにね、二分式にできればいいんですけれども、今コート丈が長いからなかなか二分式にはならない。まあだからそういう時は、この下のね、下のこういう、裾よけを使って、まあ、雨コートの代わりに保護してあげるってことも一つの手ですけれどもね。次にね、襟の形です。大きく分けてこの道行きタイプと、あとラップタイプの道中着タイプっていうのがあると思うんですね。正式なのはこの道行き襟です。だからね、茶道の方なんかは皆様やっぱり道行きにする方の方が多いですね。で、このラップタイプ、少し道行きに比べたらカジュアルな形になります。まあね、厳密な意味では道中襟っていうのをついたものを道中着っていう人もいるし、このラップタイプ全般を道中着タイプって言って、カジュアルなコートのね、くくりとして、総称される方々もいらっしゃいます。まあ、なので今日はね、このラップタイプか道行き襟タイプかということでお話ししたいと思います。うちで言えばね、このラップタイプは、着物襟のバチ襟というのをよくお作りすることが多いです。まあ一番こう胸元がスマートに見えると思っているので、
まあ、ほとんどリクエストがない限りはこの着物襟のバチ襟タイプをおすすめしています。じゃあね、そのコートをいつの時期にどんなものを着るのかっていうお話です。これはね、昔はねっていうか、まあ、私が子供の頃はね、まだまだみんなが着物を着ていた時代だったので、今よりもね、ずっとずっとこうコートがいろんな種類がありましたよ。まずね、そう、1月、2月、3月の初めぐらいまでは、この、こういうね、生地を使って、合わせに仕立てて着ていました。そうですね、3月の初めぐらいまでこの合わせのコートを着て、そう、そして、まあ、今度は3月の半ばぐらいから4月の初めくらいまではこれをね、この普通合わせに仕立てるこの生地で、今度はね、それを一重にして着ていたのね。で、その次は今はもうないけれども、洋流というような、その夏、一重の季節専用のね、生地を使って、まあ、4月いっぱいはその洋流を着ていた。今だとね、ちょっと代わりにこの変わり立てろっていう素材、うちは出してますけれども、こういうね、透け感のない夏の生地を使って、まあ、着ていましたね。で、そして5月になったら紗が切れるんですよ。だから、5、6、7、8、9っていうのは、この、5ヶ月間は紗を着ていくんだけれども、まあ、これがね、今年ちょっと新発売をする紋紗。こう、ちょっと透け感の少ない紗ですね。これを着たり、まあ、だからそれがだん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 6月、7月、8月っていくと、このオーガンジーのようなこの紗を着てね。で、また9月になったら、この紋紗。で、そして、10月になったら、10月はその洋流。まあ、今で言えばこの変わり立てろぐらいかな、起きて、11月にその人への、この、まあ、合わせのね、コートを作るような生地で人絵を作って、そしてまた12月のなったら、合わせのコートを着るって、そういう風にね、こう、ずっと1年間、細かくね、季節ごとに着分けて楽しんだもんなんですよね。とはいえね、現代ではこんなにたくさんのいろんなコートを持つことってちょっと難しいと思うんですよ。だからね、まず最初は2枚、夏用の生地で作るものと、あと冬用の生地で作るもの。夏用は、まあ、4月からずっと、まあ、9月いっぱいぐらいまで、そしてその冬用の生地は10月からずっとこう4月ぐらいまで着れるものをお持ちになったらいいと思います。でね、夏用のコートっていうのはもちろんその夏用の生地で作ればいいんですけれども、冬用のコートを合わせにするか一重にするかっていうことだと思うんですね。私はね、断然一重派なんです。まあ今ね、コートの丈が長くなってるから合わせにしちゃうとちょっと重いなっていうのもあるし、あとその10月とか11月とかは合わせのコートでもう今暑くて着られない、それまあそう4月も着られないと思いますね。だったら真冬の寒い時はまあちょっと上からストールをするなりね、なんなりして防寒対策をして一重にしている方が使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。ただね、その一重にする時も、まあ、私が勝手にね言っているんですけれども、この胴抜きのコートって言ってるんですね。その胴抜きのコートって言葉あるわけじゃないんですよ。私がね作った言ってる言葉なので、胴抜きの着物ってあるじゃないですか。この胴の部分を抜いてね、仕立てる着物のことね、それになぞらえて、胴抜きのコートって言ってるんですけれど、まあ一つはね、この裾返しね、裾の返りが通常は一重って3寸ぐらいなんです。でもそれをたっぷりとペラペラってしないように返しをたっぷりと、そしてこの肩滑りと言われているものですけれども、肩滑りも普通のものよりも1寸4センチぐらい長くね、つけて、この、そう、合わせ仕立ての、この胴がないようなイメージで作って、胴抜きのコート
にして、まあ、あの一重の季節と、あとはその真冬寒い時はこれにあのストールかなんかをして防寒対策をして来てくださいってお客様にはおすすめしています。夏用のコート、まあシャとかはね、本来は5月から着るっていうのが決まりなんですけれども、まあ、私は実際には4月の半ばぐらいから着ちゃっています。最近ね、いろんなものが前倒しになってきてますよね。とてもこう気温も上がって暑くなってますしね。だから私は、まあ4月の半ばぐらいからシャのコートを着ています。で、そしてね、もう真夏、7、8月ですね。まあ本当はね、帯付きはダメよってさっき私は申し上げたんですけれども、この殺人的な暑さになってくると私も正直言ってコートを着ることをギブアップしてしまうことがあります。もちろんね、着れるなら着た方がいいんですよ、マナーですからね。でも、ちょっとあまり暑いのを我慢して着なくちゃいけないってそこまで思う必要はないと思います。あのね、マナーは人のためにあるのであって、人がマナーのためにあるのではないって私昔先生から教わりました。だからあんまり暑い日にコートをどうしようかなって思った時は心の中でそうつぶやいて着ないこともあります。そしてね、3枚目は余裕があれば、まあその透けない夏生地、人用の生地とかで愛のものを作るとか、まあ、冬に着ることが多い人は、まあ、合わせを作るとか、あと今はいろんなこうかわいい毛皮がついてるようなのとか、こうマント風だったりとか防寒着たくさん売っているじゃないですか。そういうものを12、1、2月用に買うっていうのも一ついいかもしれませんね。次にね、フルレングスのコートです。うちの反物にはね、すべて撥水加工が施されているので、こう水がかかってもポロポロポロって落ちてくれるのね。だから雨コートを作ったりするのもとても良いと思います。その他もちろん塵除けにもなるし、まあ、すっぽり覆ってしまうからね、汚れ防止、置物にも帯の汚れ防止というのにもとても役に立つと思います。これはね、もう年間2種類あったらいいと思います。まあ4月から10月まで着るタイプと、10月から今度4月まで着るタイプね。まあこれが10月から4月まで着る、まあ通常ね、合わせの着物を作ったり、まあもちろん一重の着物を作ったりするようなこの生地で、まあ10月から4月ぐらいまで着れます。ロングコートにしてね。で、次にその4月から10月ぐらいまではこの夏生地、あまり透けにくいタイプの夏生地を使って、ロングコートを作っておくと、それも7ヶ月間ね着れると思いますので、まあね、夏ってそのあまり着物を着ないっていう人もいるけれども、やっぱりね、6月の梅雨だったりとか9月の台風シーズンだったりとかをね通っていきますからね、この夏物の生地で作るコート意外と便利ですよ。次は羽織ね。羽織は今までのコートと違って、室内で脱がなくてもいいの。ジャケットとかカーディガン、そういうような位置づけのものです。だからレストランに行っても、劇場に行ってもね、脱ぐ必要がない。そのまま座れるのね。だから帯の汚れ防止っていう点ではとてもお役立ちなものだと思います。私はね、やっぱり断然羽織を着ることの方が多いんですよね。その羽織もね、まあ2種類あればいいかなと思います。その10月から4月の半ばまでっていうのは、このね、合わせの着物を作ったりするようなこの生地で、これをね、私はさっき言った胴抜きのタイプに仕立ててます。返しを多くしてね、肩滑りを長くしてって、そのタイプに仕立てて、10月から、4月の半ばぐらいまでこれを着ています。そしてその4月の半ばになったら、ちょっとね、早いんだけれども、こういう夏素材、薄羽織に変えて9月いっぱいまでこれを着ています。やっぱりね、帯の汚れ防止とかいろいろな点を考えても、脱がなくても羽織って万能選手だと思いますよ。